タジー7、スクウェアよりプレイステーション版でいよいよ登場だ。魔法と科学、秩序とカオスが混在する世界、魔鋼都市。体験版では魔鋼都市を舞台に主人公クラウドがレジスタンスに加わり、都市の中心部魔鋼炉の破壊活動を開始するところから始まる。ゲストの坂口博信さんに会場でファイナルファンタジー7の体験版を実際に操作してもらった。もう一度あとで戦闘飛びますけど、今のフィールドからフィールドも、まあ今 CD ロムでやってますから、はい、実際のアクセス時間もこの程度ですんで、ほとんど今までのそのロムのゲームと変わらないぐらいですね。そうですね、なんか全然読み込んでいるのかいないのかっていうのは全く今見てても分からなかったんですけれども、今、ね、はい、これは実際フィールド画面上という形になりますね。そうですね、まあ、体験版なんで、若干本ちゃんとは違ってですね、名前が付けられなかったりするんですが、はいはい、本番では名前付けられますんで。なるほど。ここも、ね、ここも短いムービーですけども、ほとんどそのつなぎ目を感じないようにやってますね。今別なマップデータをこれ読み込んだんですか。そうですね、全然わからないよね。そうです、つなぎ目がない。あ、これまずリバヤさん、はい、リバヤさんいきます。ないです、はい、これは痛いですね。うおか、うお、フィールドマップも全部一旦 CG で起こしてますから、まあムービーから戦闘シーンから、まあ全部含めてオール CG でやってますんで。でも、まあ、CG でフィールドとかマップ画面作ると一番やっぱり難点なのはそのローディング、特にロムの場合だ。そうですね、容量が大きいですからね、ワンマップ全部読み込んだ状態で貯めておいても他のマップに移った時にまた別データ読み込む時のローディングですよね、はい、プログラマーが一番気を使ったところで。会場では他にも体験版に入っていない飛空艇のカット、さらにこのビデオではその飛行シーンを初公開。そして魔鋼都市内の怪しげな光を放つ謎のタワーなど、冒険しがいのある展開が期待できそうだ。では坂口さん、最後に一言。まあもうすでに徹夜モードでですね、頑張って作ってますから、まあぜひ期待していてください。よろしくお願いします。